お疲れでーす。パングロック TV でーす。皆様本当にご苦労様です。お疲れ様です。まあね、今ちょっとコロナ禍で大変な状況ですけども、頑張っていきましょう。はい。ってことでね、今日はね、やっぱり小山慶吾さん。ちょっとね、最近、さらに、小山慶吾さんが、やばくなっちゃったってことで、ちょっとまずいっていうか、ちょっと僕のちょっと今、悩みというか、まあ、嬉しい悩みなんですけどね、もちろん。これは、すっごく嬉しい悩みで。配信者が1万6千人ぐらい行ってたみたいで、ライブ配信。もう2倍、3倍、4倍っていう風になっちゃってるじゃないですか。もう今、もう、旋風を巻き起こしてるのが小山慶吾さんであって、もう視聴者さんもそのグルーブ、もう、ちょっと音楽用語なんですけどね、もうグルーブっていうと。もうグルーブに乗っかってどんどん大きい波になってる。まあサーフィンで言うとね、もう、とてつもない波が来て、それに小山先生が乗っかってどんどん行ってるみたいな流れになってて、すっごいいいですよね、今。本当にもう、憧れの存在なんですよね、本当にみんなの。もう僕もそうですけど。まあ、とりあえず今の英語講座もすごい好評みたいで、本当ファンの皆さんもね、本当に今嬉しいですよね。もの今すごい、どんどん行ってるんで、おそらくまあまだね、その桁的にはまあ、瓜田さんとはまあ、あれですけど、もう、並ぶとこまで行くんじゃないかなって、正直思ってますよ。本当に。みんな思ってるでしょ。こんなレベルですよ、もう。もうコラボもね、もう、間近に来てるでしょうし、時間の問題じゃないかなって思いますしね。まあ、なかなかの、やばい二人です。やばいお二方ですけどね。はい。森田さんもね、最近またなんか新たな、絡み方を、また違ったコラボをまた絡めてきてるんでね。また面白いですよね、今ね。本当に。強烈レモンですよ、これ。まあ、一時期のハマってましたね。まあ、どうでもいいですか、そんなことは。いやー、そんな感じでね、本当に、どうなっていくんでしょう。まあ、皆様もね、これにね、乗っかっていくのこと大事だと思うんで、視聴者さんも。乗っかっていくことで、相乗効果で、小山先生もね、まあ、新たな企画が生まれたりしていくわけですよ、絶対に。はい。ここはもう、みんなで参加型で、どんどん押し上げていかないとダメなところなんですよね。はい。だからいろんなコメントでも、どんどん参加していって、ライブ配信でも、動画内のコメントでも。まあもう、そこは隔たりなく、行くことがすごい、小山慶吾さんのチャンネルをね、竜巻のごとく、持ち上げて、もうどんどん、まあ、革命ですよね、これこそ。いやー、まあね、